はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の連立方程式の計算特訓丸1ですね、まあ、大問1の部分の解説やっていきます。なので、まあ、参考書のその部分をチェックしながら聞いてみてください。じゃあ6問ですね、やっていきましょう。で、まあ、全部ね、連立方程式の解き方、加減法と代入法の2つがあるんですけど、まあ、個人的に加減法の方が好きなので、今回は加減法で全部紹介してしまうんですが、まあ、代入法でやっても答えは一緒になるので、まあ、どちらでも構わないです。まあ、一応加減法やってるんだと思って聞いてみてください。で、基本的にはもう XY のどっちかの係数を揃えたいんだよね。数字を揃えたいの。で、例えば2番みたいに、y が1とマイナス1って、その1っていう数字が揃ってれば問題ないんですけど、こっちみたいに揃ってないときは揃えに行きます。で、これもどっちを揃えるかは自由です。まあ基本的には楽な方を揃えたいなとは思いますけど、例えばこれだったら3を揃えたいなと。つまりここを3にすればいいから、もともと1なんで3をかければいいんだよね。だから上に3をかけると、3x マイナス 6y イコール15と。で、絶対的なルールとして、上に3をかけるって決めたら全部に3をかけること。この部分だけ3かけようってのはダメです。ただし、上に3かけたから下に3もかけなきゃダメかなって、そんなことはないです。上と下は別々の話で構わないんですけど、上に3をかけるって決めたら全部かけてください。で、下はね、そのままで大丈夫です。これで3揃ってるからね。こう。で、3を消したいので、まあ、3と3揃ってるから引き算をします。これが3とマイナス3だったら足し算で消えるんですけど、X は。でも、3-3しないと消えないので、まあ、引き算と決めます。で、そのまんま全部引き算って考えてもいいんですけど、ミスを減らしたいんだったら、引き算って決めた後に足し算に変えるんです。ちょっとややこしいかもしれないですけど、引き算って決めたら足し算に変える。足し算に変えたら、下の式の符号を全部変えます。ここも。こうやって、こうやって。プラスとマイナスをチェンジするんです。下だけね。で、足し算すると、ここは消えるね。で、ここがマイナス 11y。で、ここが11か。足し算だからね、もうね。で、両辺マイナス11で割ると、y はマイナス1と。これでわかります。で、出てきたやつを、まあ、基本的には元の式のどっちかに代入します。で、簡単な方がいいので、まあ、上の方が数字ちっちゃいからね、上に入れてみましょう。で、この y のとこにマイナス1を代入入れるんです。そうすると、x はそのまま残って、x、マイナス2かけるマイナス1なんで、プラス2イコール5です。で、プラス2こっち持ってくれば、x は3ってわかるので、x と y 両方出てきたから、ちょっとここに書こうか。x は3で、y がマイナス1と。これで丸となります。で、答えの書き方に関しては、おそらく先生によってね、こう、カッコ xy イコール、カッコ3のマイナス1みたいな書き方をする人がいたりとか、縦でこう書かされる先生もいると思うんですけど、学校の先生がその答え方をこれにしなさいみたいな、指示をする先生だったらそれに合わせてください。自分はこうやって書くんでいつも書いちゃいますけど、そこは気にせずでね。あの、答えの書き方でみんな落としたらもったいないからさ、そこは。で、次はさっきも言ったように、y が揃ってるんだよね。1と1で。だから、こういう風に何かをかけるみたいなことをしなくて大丈夫です。いきなり行こうか。ここ使っちゃうよ。こう。で、プラス1とマイナス1なんで、今回は足し算すれば消えるんだよね、y が。で、消えるので、x は足すと 4x。で、こっちが足すと20。で、両辺4で割れば、x は5って出てきます。ごめんね。で、下の式の方が簡単かな。x のとこに5を入れると、5マイナス y イコール8です。5をこっちに持ってくるとマイナス5。計算すると3になります。で、マイナスが邪魔なので、ちょっとこっち行こうか。y イコールマイナス3。この部分ね、たまに戸惑う子が出てくるんですけど、これ、マイナス邪魔だなって思ったら、左辺と右辺、両方とも符号変えてください。こっちをマイナスからプラスに変える代わりに、こっちもプラスからマイナスに変えればいいんです。で、覚えちゃうと楽だよ。だから、x と y 両方出てきたんで、x は5、y イコール、
マイナス3と、これで終了となります。では次は揃ってないですね。でこれは y を揃える方が簡単かな。ここ2にしたいね。2と2に揃えたいから。だから今回は下の式に2をかけます。下に2をね。そうすると上は変わらないので 5x プラス 2y イコールマイナス1で、下に2をかけるとマイナス 6x プラス 2y イコール10で、今回はプラス2プラス2で揃ってるので引き算していきます。で引き算って決めてから足し算に変えて下の式の符号が全部変わります。こうやってで、 y は消えるんですけど、 x が 11x イコールマイナス11、両辺11で割ると x、 こっちの方が x がマイナス1と分かりました。でこれをまあ元々のどっちかに入れます。これどっちでもいいですけど下に行こうか。で下のここの x マイナス1を代入するとマイナス3かけるマイナス1です。これは暗算しちゃった方がいいですね。だから3になります。プラス y イコール5、3こっちに持ってくれば y イコール2となるので、これで終了になります。よし、じゃんじゃんいきましょう。で次は x を揃えようか。ここ2にしたいね。2と2で揃えたいからまた下に2をかけます。そうすると 2x マイナス、上に2をかけてしまった。上はそのまんまなんで 3y イコール5で、下に2をかけると 2x マイナス 4y イコール8と。で今回2と2でまた同じなので引き算します。で引き算って決めたら足し算に変えて下の符号が全部変わるんです。で x 消えるね。で y はマイナス3とプラス4なので、あ、これはもう y OK か。 y は OK で足すとマイナス3です。で今回こう余計なものくっついてないんで、もうこれ答えですね、 y は。でこれを元々の式のこっち下のが簡単だねに入れると、 x マイナス 2× マイナス3なんでプラス6です、イコール4。プラス6を右に持ってくるとマイナス6に変わるので、計算するとマイナス2だから x イコールマイナス 2y イコールマイナス3と、こうなりますね。 OK。 さあ次ですね。次は多分これね、どっちそれか分かれると思うんですけど、上の式下の式両方に掛け算しなきゃいけないっていうタイプの問題です。じゃあどっちかいこっかな。まあ y 揃えよっか。これ9と6なんで、9が91が9、9に18、9327って続くじゃないですか。で6は61が6、6に12、63 18って出てくるんで、18で揃うんですよね。もちろん x を20で揃えても構わない、どっちもね同じ答えになるんですけど、そこは18に揃えましょうか。だから上の式に2をかけます。2をかけると 8x マイナス18y イコール14ですね。で下の式は3をかけます。3をかけると 15x マイナス 18y イコール21と。でマイナス18とマイナス18同じになっているので引き算します。で決めたら足し算に変えて符号が変わるよっていう、ちょっと分かりにくくてごめんねこれね。じゃあ書き直すか。これはなマイナス21に変わると。で y 消えますね。で x が8とマイナス15なので、マイナス 7x イコールこっちはマイナス7か。だから両辺マイナス7で割れば、x これ入ってるよね。 OK x イコール1とこうなります。でこの1をまあ、どっちかな で上に入れようか。上に入れると 4×1 なんで4、マイナス 9y イコール7ですね。で4をこっちに持ってきてマイナス4、計算すると3なんだよね。ちょっとこれ場所ないんで書いちゃおうか。持ってくると3に変わります。で両辺マイナス9で割るんですけど、これ割り切れないんですよね。で自分がよくずるいやり方で言いますけど、割り切れないときは文字にくっついてる数字が分母下に来ます。だからこれマイナス9分の3になるの。まあマイナス前に出しちゃうけどね。まあこうなると、でこれ約分するとマイナス3分の1でしょ。だから答え y の方はマイナス3分の1と、こんな感じになります。いいかな。一応書いておこうね。
で、レンズ方程式解いた時に分数の答えになることはそんなに多くないです、正直。ないんですけど、学校の定期テスト、この連立方程式がね、範囲に入ってる時なんかは、ちょろっと出されるんでね、1問2問とかたまに。先生が間違えさせようと思って。で、やっぱそこを取れる取れないっていうのはね、すごいみんなに差をつけれるとこでもあるので、分数になることもあるんだと思っといてください。たまに出てくる、こういうのもね。で、ラスト、行きましょう。で、次は、ここもどっちでもいいけど、X 揃えようか。X を上に2かければ4で揃うもんね。じゃあ、かけると、上に2をかけます。4x-2y=12 ですね。で、下はそのままで OK なので、4x-3y=17 と。で、これ4と4揃ってるんで、引き算でいきます。で、引き算って決めてから足し算に変えたので、変えます。ちょっと見にくいけど。で、X 消えて、Y はマイナス2とプラス3なんで、Y しか残んない。ラッキーだね。で、12とマイナス17なんで、Y はマイナス5となります。で、どっちかな？上の式のが簡単だね。上に入れると、2X。で、マイナスマイナス5になるんで、プラス5になります。代入するとね。で、イコール6。プラス5こっちに持ってくるとマイナス5になるから1です。で、これもさっきと同じで割り切れないんで、文字にくっついてる数字が下になるから、x=1/2。これちょっと揃えて書こうか。ちょっとずるい書き方しててごめんね。2分の1。で、y=-5 と。これで終了でございます。なので、基本的に連立方程式やってることは、もう係数、まあ、加減法はね、XY の係数のどっちかを揃えると。で、揃えた後に足し算引き算を絶対間違わないようにする。そこも大事。で、連立方程式のいいところっていうのは、実は確かめができるんです。合ってるかどうか。で、これはテストの時とかに、時間が残ってればやってほしいんですけど、例えばどこ行こうかな。じゃ、ここ行こうか。この答え合ってるかなって思ったら、元々の式の XY に入れてみるといいんです。例えばね、じゃあどっち行こうか。まあ、本当は両方やんなきゃいけないんだけど、上の式、5×x-1、-5 でしょ。+2×2 って+4でしょ。-5++4って -1 だからちゃんとなってるんだよね。で、下も入れると、-3×-1 って3でしょ。3+2だから5でちゃんとなってるでしょ。これ、2つの数字、2つ、まあ、文字のね、やつを代入して、両方とも、上も下も必ず成り立ったら絶対に合ってます、これ。で、逆を言うと、片方合ってても、片方間違ってたらダメなんです。そしたら絶対計算が間違ってるから、まあ、時間があればね、ちょっとやり直してもう一回やってみよう、みたいな風にしてみてください。そう、これをね、すごいめんどくさいんですけど、やっぱ1点でも多く取るっていうのは気持ちはすごく大事なんでね、まあ、やり直しのやり方があるんだと、よかったら覚えておいてください。では、今回は中学校2年生の参考書の連立方程式の計算特訓、大問1の方をね、解説やっていきました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、この後の大問2とか他のところもね、撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。